ね、今日も一日ね、お疲れ様です。皆さんこんばんは。ギフトありがとうございます、はい、まあ今日もねそんな長くは配信しないんですけど、のんびり配信していきます。さっきはねもうお風呂に入ったので、あとは寝るだけです。うん、今日はしっかりドライヤーもしました。えらい、当たり前ですえらいとか言いつつ当たり前です。うん、当たり前だいそうってね。今日はねちゃんとクリームとオイルもしたので髪の毛、そうツヤツヤ。普通の電気じゃないから分かんないかもしれないけど、まあうねってはいるんだけどね、ちょっとここら辺、これは多分髪の毛を結んでいたからでしょう。こんばんは。のんびりのんびり、今日はまあお買い物に行きましたよっていうことで、何買ったっけ、あ、ヘアオイル買ってきたの。そうクリームとオイル使った方がね、なんか私もう水分も油分も足りてないんで髪の毛、そうずっとねオイルをね使ってたんだけど、アンドハニーの、そうなくなって、それから使わなくなったんで買ってきました。アンドハニーです。私ねシャンプーとかもアンドハニー結構多めなんで、そう夜かアンドハニー、うん、そうオイルと、あとそう洗顔と、はい買ってきました。インスタにもね写真あげたんですけど、あれは本日の写真です。はい、うん、本日の写真です。今日はあんな感じでした。めっちゃラフなコーデだった。楽しかった、楽しかったよ。なんかいろいろ行くところあって長くて疲れたけど、うん、そう欲しいものも買えたし、ちゃんと、そう今日は半ズボンに、うん、ブーツにパーカーでした。はい、まあなんか季節感はどうなんだっていう話なんですけど、まあいいでしょう。そう今日ね服迷ってさ、ずーっとずーっとだけなんか延々ね、わーどうしようか、何着ようかな何着ようかなってやってて、そうでここに落ち着きました。そうずっと待ってた、スカート履こうかな、いやこれ着ようかな、あれ着ようかな、そう帽子も可愛いでしょこれ、ニューエラです。そう最近何個かニューエラを持っておりまして、うん、インナーは、インナーは本当になんかキャミみたいな感じのだったんですけど、そうそこまでねなんか中までしっかり着ちゃうともう熱くなっちゃうので、うん、だから本当にラフな感じでしたね今日は。こんばんは。バッグはいつもの私が前買うか悩んでたやつですね、ディーゼルさんの。
うん、これ、ね、結構愛用します。まあお洋服に合わせてだから全然違うのも使うんですけど、そう今日はねなんかこれが真っ黒だったのでデニムのこれが合うなと思って、そうお洋服の雰囲気に合わせて X ガールだったり結構前に買ったやつだったり、うん、白色のだったりちっちゃいチェーンのバッグだったり、うん、腕時計もそう今日はねシルバーでした。これもね先月ですね、そうちょっとねお安く買える時があったんで買って、あの何気にシルバーを持っていなかったんです私、だから1個持っといていいなと思ってシルバーを買いました。うん、だから今日はねもうアクセサリーは全部シルバー合わせで、うん、ピアスもディーゼル、そうお仕事では結構バラバラなんだけど本当に白つけてたりピンクゴールドつけてたり、うん、ゴールドつけてたり本当にバラバラですね。うん、洋服に合わせてよ。だからね店長からねよう言われるんです、まあ社員さんからも言われるんですけど、本当洋服たくさん持ってるね、すごいね、めっちゃおしゃれだよね、ありがたいことに言っていただきまして、まあねはあのねプレゼントでいただいたのたくさん着させていただいてます、そう使わせていただいてます。そうしね今日履いてるね半ズボンとねパーカーがすごいお気に入りなんだよね。そう半ズボン特にこれ好きで、あんまり見えてないんだけど、そうこれもプレゼントでいただいたやつなんですけど、めちゃめちゃいい履き心地で丈の長さとか形とかドンピシャに好き。うん、パーカーはね あったかくなってきたらじゃないわ、寒くなってきたらねまた来ます、大活躍。ちゃんと揃えるとこがすごいです。そう私気になっちゃう人なの、まあなんかピアスはさもうなんかあんまりゴールドとかピンクゴールドのなんかシンプルなデザインってあんまりないからさ、なんかこういうなんていうのこういう丸いやつがあんまりないから、そうピアスは揃えられないんだけど、それ以外はなるべくなんか揃えたいなとちょっと意識はする、でも揃えられないことの方が多いね。うん、そうピンクゴールドあんまりないからね本当に。そうだからあのカバンのチェーンでさピンクゴールドのものなんてなかなかないじゃん、だからさすがにそこまで合わせられなかったりするけど、今日はね合わせられそうだった。帽子が似合うの羨ましい、ありがとう、嬉しいわそう言っていただけて。でもねすごいなんか私の 顔の形って意外と何でも本当に合うらしい言われた。うん、何でも似合う。コーヒー飲んでました、セブンのコーヒーです。スタバなんてねおしゃれな感じ ではないんですけど、私セブンのコーヒー大好きなんです、めっちゃ飲むそう私なんかキャップもニット帽もめっちゃいろんなの被るね。そうもうちょっとね寒くなったらもうちょっと分厚いのも被って、スタバは甘いもん、いや飲むよ全然、うん飲む飲む、ただ今日はそうあのブラックコーヒーだったけどねっていう。うん、かな。
通信のかな。あ、そうそうそう、少し小さめだったか心配した。あ、全然ね、私ね、あのサイズ感好き、ちょうどいいサイズ感よ。そう、小さすぎず大きすぎず、うん、私が安心するサイズ感なんです。あれお兄ちゃんのパーカー着てた時と同じくらいそう、ねえ、もうまだちょっと暑い日もあるし、そう、なんか季節感とか難しいけど、うん、そうなん、なんかまださ重ね着すると暑くてね、うん、なんかデニムのさジャケットっていう、デニムのジャケットっていうかな、まあ、デニムのさ上着とかをね羽織って可愛くコーデしたいんだけど、それするときって絶対なんか着込まなきゃいけないじゃない、まあ、着込むっていうか、まあ、着なきゃいけないじゃん。そうなったときにさ絶対暑いじゃんと思ったらね、まだ着れなくて、私一回も着てないデニムのあるんですよ、私自分で買ったのに。そう、どこのだっけな、とね、あ、名前出てこんわ、自分で買ったんだよ。そう、去年かな、去年、多分去年自分で買ったんだよ、欲しいと思って。そう、セットアップとかではないんだけど、ちょっと大きめの、そう、竹長いダボっとした、ね、どこだ、なんてお店だっけな、ハルピョン、ギャルファッションに挑戦したいって言ってた、やりな、ピョンさん、やりたいと思ったこといっぱいやりな誰っていうね、誰目線、知ってるブランド、私は知ってる、とね、意外と好きなんですよここ私。そう、そんなしょっちゅう行くわけじゃないけど、名前最近行ってないからちょっと名前出てこないんだけど、ちょっと待って、どこだっけ、名前なんでこんなにも出てこないんだ私そう、いやだってさ、なんかさ、ほら年齢が上がるとさ、やっぱりなんかほら気になったりもするじゃん、なんかまあ年齢がとか言ったりするじゃん。そう、それなら絶対今やった方がいいよマジであれ私ごめんなんでもない、気にしないで。本当に出てこないんだけど、なんであそこの名前が出てこないの私。あ、アングリッド、アングリッド、やっと出てきた、アングリッドだった気がする、読み方、うん、アングリッド。そう、ここのお洋服もね可愛いんです。そう、たまにね行くんです。なんかね、シンプルで、シンプルな感じが多いというか、ちょっと大人っぽいというか、まあなんかシンプルな、でもちゃんとトレンドを抑えてる感じ。そう、トレーナーとかね可愛いですね、うん、そこまで派手ではないんだけど可愛いです。ここのそうのジャケット一度も着ていない、私は着ようと思って着ていない、着ろよ、ね、もったいない。だから今年はねそれをもうちょっとしたら着たい、シャツ合わせてね。こんばんは。そう、私はだから本当に、いや今でも多少気になるよ、なんか私の服着てる服、うん、あのなんだろう、周りの人からどう見えてるのかなと思って。私さめっちゃいろんな系統を着るじゃない、そう、可愛いのからなんかかっこいいのまで、あの何でも着たい人だから何でも着るけど、
そう、やっぱりなんか組み合わせ変じゃないかなとか、多少はやっぱり気にします。私はこういう性格だから。そう、だからお洋服自体が可愛くても私のなんかスタイルに合ってるかなとか、そうそうそう、すごく気になる時はあります。でもやっぱりさ、なんか楽しまないとさ、そう、今ね楽しまないと。お洋服、私だからね、そこ今さすごいおしゃれするようになったじゃん。そう、今年はそう仕事できれるからすごい楽しみ。今さなんかすごいいろいろ着るようになったじゃん。で、すごい楽しんでるの、私的にもね。ありがたいことでさ、プレゼントでお洋服もいただいて、すごい可愛いのいただいて、いつもねワクワクしながらお洋服を組むんですけど、私はまあ昔知ってる通り、私黒のパーカーしか着なかったよって、夏でも長袖着てたよとかいう、なんかね すごいことしてた女なんで。そうそうそう、だそういう時期があると、あなんかもやっぱりもったいなかったなって、あの時期にしかなんか着れないわけ、まあ、あの時期にしか着れないわけではないけど、あの時もっとお洋服楽しんでたらなーと思って。そうそうそう、うん、周りを気にせず。ヒカルは挑戦したいファッションありますか？うん、でも割と何でもやってるから、古着系はやってみたいけどね。そう、古着系はちょっと自信がなくって、というかなんかいまいちわからない。うん、だからやってないけど、なんか古着っぽい感じのが似合う人はすごいおしゃれさんだなと思う。そうそう、だから全然一つのファッションでもね、なんか全然いいと思うんだけど、なんかまたさ新たな扉が開かれるかもしれないじゃない。あ、私ってこういうのも着れるんだとかさ、あこういう服私好きかもしれない、私は今それだよ。うん、楽しんでる、すごく。ロリータファッション興味がないわけではないです。ただうん、やりたいかって言われたら、すごいめっちゃやりたいんだよねっていう感じでもないからやってないそれ着て多分どこも行かんしな。でもちょっとなんかロリータじゃないけど、そうなんかぽいワンピース、うん、的なのは好きだよ。なんだろう、ちょっとなんだろう、なんかジュエティとかはさちょっとぽい感じはあるじゃん。あのロリータじゃないけど、あのゴスロリっぽい感じ。うん、まあなんかゴスロリってほどまじゃないけど、そうそうそう、ジュエティはちょっとそんなイメージがあるから、私の中でね。まあでも好きなので、興味あるんや。まあチーム組み合わせる先生がすごく素敵です。本当ありがとう。私ねでも苦手分野なだったんだよ。最近はねまだいろんなのに挑戦するようになったからちょっと慣れたんだけど、昔はねほんと同じ組み合わせしかできなかった。昔からねお洋服は好きだったの、でもなんか一回合わせたら基本的にそれしか合わせれないみたいな人間でした。そう、でも今は本当になんかこれはいろんな、もう朝からもう色着せ替え人形並みにめちゃめちゃ着せ替えして自分をねそういやこっちの方がいいかな、あこう着た方が可愛いかなやって、だから最近ねそう服選ぶのにそう時間がかかると家出るの、はいやばいやばいやばい、家出る時間過ぎた、やばいやばい、遅れそう遅れそうみたいなことがある。そう、マネキン買いとかはしないけど、あんまりこれ意識くださいみたいなのはないけど、別にマネキン買いじゃなくても一回自分で合わせたら、その服で合わせたら、あこれがやっぱり可愛いってなっちゃったの。そうそうそう、別にマネキン買いとかじゃなくて、私が個人的に
自分であこれいいかなと思って合わせたのでもやっぱりちょっとそういう風になっちゃったから今は結構いろいろ合わせるね。とは今はなんか前ほど自分の体型にコンプレックスは減ったので、まあ痩せたっていうのもあるけどね。そうでも自分の頑張りだと思うのでそれも、だからなんか余計にちょっと肌出そうかなとか足出そうかなとか気になんなくなった。あんまり気になんなくなったっていう。そう頑張ってるね自分偉い。マミーからしたらもうちょっと太ってもいいんじゃないっていう。私は嫌なんだけどね。私はなんか多分ちょっと美の基準が高いというか、あんまり良くないんだよこれ。私のは絶対真似しないでほしいんだけど本当に。私のこの思い的なものは本当に、だからなんか自分なんか細い自分が好きなんだよね。そうそうそう細い自分が好き。別太いからあの太ってるからって言って自分のことを価値がないって思うわけではないけど、自分の気持ち的に心が豊かになるというか心が楽になるのは痩せてる時の自分なの。まだこの考え方がもうなんかねちょっと、そうそうそう多分まああんまり良くはない考え方なんだけど、そうそう良くない考え方なんだよ。そうでももうこれが自分だからもうしゃあないね。だから別に健康に害がなければ私別に食べてないわけじゃないしご飯、そうそうそう、ご飯食べてます。なんなら今日外食したオムライス食べてきたマミと。全然外食もしてるしパンとかも食べるし、全然もうほら夜中にラーメン食べてる時だってあるでしょ。そうだから別に食べてないわけじゃないし、頑張って運動してね毎日運動して、まあ栄養バランスも多少考えながらってダイエットはしてるから、まあいいかなって。それなら前ほど不健康なわけじゃない。まあでもね本当に今怖いじゃん、なんか世の中的にさやっぱり細いのが痩せてなんか細いのが美みたいな美しさみたいな風潮があるから、まあ、それはなんか怖いなとは思うけど、そうだからまあ一回ね拒食症は経験はしてるから、まあ、それをねすごい心配してくださってる方がねいるのかなと思うけど、パンスイーツは食べたの？あ、そう食べてないんです。いや食べようかなと思ってたの。ずっと今日はもうパン屋さんに行くんだって決めて、マミーにあらかじめここのパン屋さん行くから明日行くからねって言ってたんだけど、まあ用事済ませてお腹空いたねって なんか食べてくってなって、オムライス食べたらいらんなと思ってそうお腹いっぱいになったから、別にパン食べんでもええなってなっ て、そうで結局食べずに、帰ってきたっていう。そうまあだからね、まあ、皆さんもね全然ダイエットするのがダメとも言わんし、あのね太っているのもダメっていうわけではないし、ただまあ太っていても痩せていてもいいんです。本当に全然自分がね心が楽な体型でいたらいいんですけど、まあ、健康にだけはね害がないように気をつけてくださいねっていうことですね私からは。はい、だから例えばさあの 太っている方なんかちょっとやっぱり太っちゃったかなっていう思っている人、実際まあ痩せたいなと思うならそれでいいと思うんです。ただ周りの目を気にして痩せた方がいいのかなってなってるなら私は気にしなくていいと思う。そう健康ならばそれでね、やっぱりなんかちょっといろん体に影響が出たんだよね、そう体調とか、まあ、ちょっとどっか悪くしちゃったんだよねってなったら、それは
あのその体型でいることでそれがそうなってしまっているなら、のならまあやっぱりいやじゃあちょっと改善した方がいいんじゃないかなとは思うけど、そうやっぱりかあの健康一番だからでもそうじゃなくてね、普通に全然なんか周りの目を気にして別に健康なのにいや、うん、痩せた方がいいのかなうんってなるなら私は痩せなくていいと思う、うん、っていうね、そんなお話。うん、まあ、難しいよね、周りの目が気になったりもするし、まあねやっぱり病気的になんか太りたくなくても太っちゃうとか、そう、うん、なんか食べたいけど食べられないっていう人もいるから、まあ難しい問題ではあるんだけれども、帰り道の金木犀なんかおしゃれ二日酔い記念記念にしなくていいもう恥ずかしかったんだから、もう初めてだよ人前であんなんだって、自分は当たらない、あー悩み、うん、そうね、そうだから難しいよね、そう太りたくても太れない人っているし、太らない体質なんだよねっていう人もいるし、そうただね本当に健康が一番ですから、うん、うちのお兄さんそうですから、あの人ねあのマジで痩せてく人なので、ガリガリよ、ガリンチョよ、まだね前ほど前よりは健康的になりましたけど、うちのお兄さんそう筋トレもしてるし、そうそれでも細いけどね身長高いのに、そうこんばんは、ある時突然体重が、まあなんかないわけではないと思いますよ、やっぱりほら年齢的なものだとかお酒を飲むようになったとか、そうやっぱりちょっとなんか環境とか食生活が変わったことで、あなんか太らなかった体質なのにっていう人はいると思いますよ、うん、うちのお兄さん最近お酒ちょっと飲むようになったからね、ちょびちょび飲みに行くんですよ、珍しい、楽しさを覚えちゃったのか知らんけどそう飲みに行くようになった、マジかと思ったもん、さこの前さ仕事が帰ってくるとばったり会ったわけ、まあ会ったわけっていうか、まあ、お兄ちゃんはね私の帰り道知ってるからさ、うん、来たの急に、どうしたん、どこ行ってたん、あなんかそういえば出てったよね家、そうさっき一回出てたよね、え何してたんって言ったら、同僚と飲んできた、飲んできた、同僚と飲んできた、待って初めて聞くワードですけどと思ってびっくりしたもん私、飲んできた、あなたがマジで言ってる、あんなにお酒美味しくないって言ってあなたが飲んできたんですか、そうまあなんか楽しんでるみたいだしいいんですけど、まあただ悪酔いだけはしないように気をつけてと、変な酔い方だけね、そうパワーワードだったね、お兄ちゃんから出る飲んでマジかってちょっと酔ってるっていうね、うん、まあいいことだよ本当に、ギフトありがとうございます、お兄さんよかったですよ、
でよちょっと酔ってるお兄ちゃんと一緒に帰ってくるっていうね、私ね、本当にやめてくれってなんか地味にめんどくさいやめてくれっつって、兄さんに飲もうぜって言ってみたらいい、いいか言わないやだでも兄ちゃんとはなんかあんまり飲もうぜってならないんだよな。うん、マミーとならなるんだけど、お兄ちゃん、うん、兄ちゃんは別にかな。兄ちゃんとは別にお酒飲まなくても普通にご飯行けたらそれでいいんだよね。うん、でも迎えに来てもらうには飲めない方がいい。あ、まあ別に迎えには来てくれるんですよいつも。そう、毎日毎日夜飲んでるとかじゃないし、そう、なんなら今日私のこと仕事だと思ってて、そう、帰ってきたら私がいるもんだから、あ、車のなんかしてこなきゃっつって、そう、だから迎えに行く気で車そのままにしてきたから、そう、なんか、あ、なんかあ、お前いるんか今日いたんかつって、休み休み水曜日休みつってそう、いつもね迎えに来てくれるの。最近ね車買ってこんばんは、楽しそうだよ。ひかちゃんと一緒で優しいよ。ひかちゃん優しくないよ多分。すごいね、なんか優しいって言ってくれる人多いけど、ひかちゃん優しくないと思うんだよね。わかんない。うん、もうお兄ちゃんは優しいですよ。うん、お兄ちゃんは優しいです、本当に。まあ、めんどくさい時もあるけど、たまに。そう、車買ったの、最近。ずっとね、欲しいって言ってたんだよ、車を。そう、ずっと欲しい欲しいって言って、まあ、いろいろ見に行って。うん。まあでももう年齢も年齢だし、自分で買っ、あの自分の車ねあってもいいんじゃないっつって、うん、車ねちゃんと自分でねで買って、どうぞ、かっこいい車だよ。うん、そう、だからお兄ちゃんはね優しいです。私はね優しいかな、優しくはないんだよね結局。わかんない、私は結構自分で自己中だなって思うところはあるから。そう、短気だし意外と短気だし自己中だなって思うこと結構あって、あんまり自分のそういうところは好きじゃないなって思いながら生きてるので、どうなんだろうね。まあでもね、なんか周りの方から見えて見て、そうやってね優しいって見えてるならよかったとは思うねそれで優しくないように見えてたらちょっとなんか、あ、それはちょっと私問題あるなと思うんだけどありがとうね。そんな感じかな。30分になりそうだね。そしたら、荒野行動しようかな。荒野行動1回して、しかなかったら傷ついたりしないもん。いや、どうなんだろうな、わかんないな、なんかどうなんだよ、難しいよねそういうの。なんか基準的な、なんかそういうの明確な基準があるわけじゃないし、なんか人のなんだろう心の内って見えないじゃない。そうだからなんか難しいなって思う。そんな重く考えんなよっていう話なんだけどねよし、そしたらね
やろうかな。ありがとう。おしゃべりしながら公約行動しよう。明日のねお洋服はねもう実は決まったんです。素晴らしい。死んで見てみるかな。いやそれは見ないで気にしないで。すみません、どこ行こうかな。サッカー場、サッカー場行こうかな。うん、死んだ。え、転んだ何着ていくの。紺色のだよ。最近プレゼントでいただいた紺色のトレーナーだよ。ちょっと花柄の穴が開いている可愛いやつだよ。スカート合わせていくんだよ。残白糖が取れない。あれ残白糖取ったら何になるの。私残白糖なんか取りに行ったことないんだけど残白糖取りに行ったことないけど何があるの取ったら。ベントミッションがあるの。やらなくてもいいんだよね別に。そう、私そこまでガチ勢じゃないんで。まあブリーチっていうあのコラボにはなんかちょっとね心動かされますけど。ブリーチ大好きで漫画ちゃんと買ったって。そうでもねー、ありがとうございます。うわ、なんか車で走ってきたやついるよ。やだー、来るなよ車で。なんかいけいけいけ、とりあえず今のうち集めろ集めろ集めろ。ほら撃ってきた撃ってきた。だどこどこだよ。うわ死んだ。え、嘘、早くね。どこにいるかも分かんなくなる。もう一回やるわ。え、早くない ?96 位なんだけど。え、96位、なんか一発で死んだ気がする私。え、怖い。 いやまあね、装備してなかったんで。最近早いね。いやこの時間なんか強い人が多いんですって。どこ行こっかな。ここ行こう。このなんか農園の右横の農園の右横の、うん、なんか集落行きます。なんか誰か喋ってるわ。そうマイクがあるんですよ一応全体。うん、たまになんか喋ってる人がいるけど気にしないでください。何喋ってるかも分かんないんで。こんばんは。やだわ本当に。もう装備揃ってないうちになんか やりに来るのやめてほしいんだよねそんなん自由だろうっていう話なんだけど。そう、あともうこれでラスト、これで終わらせるからね。もう1位になりたいな。一回1位取っときたいよね。装備揃ったからやらなきゃ。誰も勝てないよそんなもん。そうだってさ、すっすごい距離ある中でさ、私正確にスナイプなんてできないしさ、まずどこにいるかも分かんないしさ。そう、装備ないと本当にだから防御力低い、そう狙えない、そう結構本当困るんですよ。
よきよきよき。いいよいいよいいよ。いい位置だよ。いい位置にいるよ。ナイス。いい位置に降りた。いらないもんだ。いらない銃を手に入れた。いらないこれ。投げられた。残白刀取りに行ったことがないからもう分かんないんだよね。なんか最近人がいないっていうのはそういうこと、全然人と出会わないっていうのはさ、残白刀拾いに行ってるから、みんなそんなんちゃんと拾いに行ってんの？えら。私拾いに行こうなんて思ったことないんだけど。うん、拾いに行ったことなんてないんだけど。みんなちゃんと拾ってんのか。誰かが残白刀を持ってエリア内をさまよっています。さまよわないで、来ないで。残白刀を持ってさまようとか危な。ベントエリア内で一回やられても不景気。へえ、そうなんだ。もうそのエリア内っていうのがなんかちょっとよくわからない。そう、私イベントごと参加したことないんですよ、これ。全然わかんない。ちょっと今度やってみようかな。うまくできる自信ないけど。こんばんは。でとりあえず物資集めます。まあね、誰とも出会わないんですね。残白刀の補給物資とは、残白刀に補給物資とかいるの？なんだそりゃ。わからないことだらけ。いいところ発見。オッケーオッケー、いい感じよ。物資はそれなりにいい感じよ。補給物資に残白刀が入って、私ね、補給物資もあんまり取りに行かないんだ。たまに取りに行く、近いと。たまにね、通りがかるとね。ちょっと、なんか残白刀見たくなってくるな。なんかイベントってそういう感じなんだね。足音聞こえる、足音聞こえる。どっかいるぞ、どっかいるぞ、どっかいるぞ。誰かいる、いるの、いるの、いるんだけど、足音動かない方がいい。きっと動いちゃダメだこれは。出てこい、
足音はしてんの。ただどこにいるかが明確にわからないから、建物の中いるんかな。わかんなすぎてどうしようどうしよう。なんか下手に動いてさ、あれするとさ、またあの建物の中入ってくとさ、影に隠れたやつになんかやられるとかするじゃん。車来たんだけど、足音もしている。どうするべき。どこ行くの正解。私どこ行くべき、何するべき。今どうしよう。下手に動きたくない、死ぬ。どうしよう、足音がねしてたの。近いはずなの、いるの。でもね、どこにいるかがわかん、車乗ったの。いや、動かしてないの。でもそんな、どこにいるんだ。もうこれ本当に下手に動いたらマジでやられるし、どうしようどうしよう。いや、意を決して建物の中に、あれいねえな、どっかいたかな。もういねえぞ。いねえ、どこ行った。車乗ってんな。足音せんくなって思った。どっか行ったな。安全地帯遠い。そう。とりあえずなんかいないっぽいんで安全地帯向かいます。とりあえず走ります。そしたらね、急に撃たれてゲームオーバーみたいな。そう、私ならありえる。残りね38人37、誰とも会いません。さっきの足音の人もどっか行きました。あの人もあの人で私のことの探せなかったんだと思った。そう、多分強い人ならさ、マジで探しに来るんですよ。で、一発でやられるんですよ。キツがテンションやってんのか。
とりあえずエリア内には残り34人ね。エリア内には入りましたので、誰とも出会わないんだよね。ほら、ちょっと今ね画面が暗いもんだから、車じゃないテレビの。誰かやられてんじゃんここで。いや結構ね、いい感じにね、残り26人ね。まあまあまあ詰まって、まあまあまあ、うん、いい感じなんでしょうか。誰とも会わないけれども、意外といつも誰とも会わないよね。でも会ったら会ったでさ、すぐやられるじゃん。何それ弱っ。私弱すぎん、怖やだね、困っちゃう。あ、撃ってきた。待って待って、当たってないけど撃ってる、撃ってきてる、撃ってきてる、撃ってきてる。どこ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 、撃ってたんだけど当たってんじゃん。当たってた。私どこ撃ってんの、誰一人として見えてないんだけど私。どこ、みんなで何楽しそうにやってんだよ。どこだよ。あー死ぬ、死んだ。どうも終了です。ダメだな、なんでだ。倒しに行ったら倒しに行ったで私やられるんだが、ダメだな。本当にもう。カナピー、弱すぎる自分が悲しいよ。待って、なんかいろいろ受け取ってからとりあえず終わるね。農場へっていうのも分かんないんだよな。お腹空いちゃったよ。しかもなんかこれか、オッケー、そしたら唐揚げ行こう。悲しい。ダメだな、私下手くそだな。なんで？しまい1取ったはずなんだけどな。おかしいな。相変わらずね、すごい声出てるし、やだ。
んばんは。マッコリ美味しくない？飲みやすいよ。うん、なんかお店によってなんかちょっと違うしね、マッコリ全然記念じゃないんだよ本当に。彼がいる君のこと好きになるなんてまさかね。僕だって大事な人がいた。君にも何度か話したけど、でもこの頃はお互い無口になってる。6位ならいいじゃん。降り出す夏の終わりの雨、落ち葉を踏みしめ鳴らす音、隣で僕と聞いてたのは君だったね。君と彼と僕と彼女と一つの傘の中、みんなは入れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね。君も一番僕のことを見てきてくれたから、君と彼と僕と彼女、みんながもっと笑えるように願うよ。バイバイ。ほどほどによ、二日酔いになるね、な、気つけて。会うたびに胸が痛い、理由なら分かっている。これ以上会わないと守れるはずない約束、他の誰にも話せないこと、なぜだか全て話せちゃうんだ。君の前では一番自由でいられる。舞い散る桜の花びらも降り積む冬を告げる雪も、隣で僕と見ていたのは君だったね。君と彼と僕と彼女と二つの椅子ならばみんなは座れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね。君も一番僕のそばに居続けてくれたよ。君と彼と僕と彼女、みんながもっと幸せであれ祈るよ。バイバイ。多分僕らは出会うタイミング少し間違ってしまっただけ、だけどそれでも二
人で会えた。今こそ自分に素直になる時だね。降り出す夏の終わりの雨、落ち葉を踏みしめ鳴らす音隣で、僕と聞いてたのは君だったね。君と彼と僕と彼女、間違った。傘の中みんなは入れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね、君も一番僕のことを見てきてくれたから。君と彼と僕と彼女、みんながもっと笑えるように願うよ。 My退屈な窓辺に吹き込む風に、顔しかめたのは照れくささの裏返し。曖昧にうなずく手のひらの今日、描いてる自分は少し大げさで、何か変わりそうな気がしているよ。心に呼びかける君のせいだね。曇り空覗いた予感、手を伸ばそういつよりも力強い勇気で、光も影もまだ遠くて、それでも僕らは優しさの理由が知りたい。今は誰の名前でもない、輝きの彼方へ。全部過去になる前に見つけに行こう。世界はまるで頼りないねと、嘘吹く僕の目をからかうように、君が見てる空は何色だろう。きっと青く高く清らかなはず。すれ違い近づきながら、いつの日か戸惑いも受け止めて行けたら、言葉のままじゃもどかしくて、だから不器用に重ねてしまうね。喜びも悲しみもここで意味が生まれること、二人気づき始めてる、その理由も。言葉のままじゃもどかしくて、何度でも器用に重ねてしまうよ。声にならない切なさごと、この想い君に届け。
光も影もまだ遠くて、それでも僕らは優しさの理由が知りたい。今は誰の名前でもない、輝きの彼方へ。全部過去になる前に見つけに行こう。君が過去になる前に見つけるから。季節も終わりだねと君が不意につぶやく。ああ何気なくて優しすぎるから奥歯噛んだね。つながりとか運命とかそんなものを捨てたらもっと自由にこの空飛べるのかな。教えてよいつか交わした約束、目指す場所は高く日常の騒がしさと戯れるけど、君のために強くなる。今気づいたかけら手放してしまわないようにだけど、今はこっち見ないで濡れた頬夕日が強がるのは君の悪い癖だね。そう言って肩をこづいた笑顔に瞳伏せたね。僕が書いたあらすじなど子供すぎてちっぽけで、真実を知ればもろく崩れるのだろう。それでもさ、くれる空に夢見てる。思う時は長く日常のすれ違いでちぎれそうでも、君はもっと強くなる。風に乗ることだま、今はただ追いかけてるんだ。だけど今日は少し寒くて、繋いだ君の手ほど消えないよ。Thank you.
道の途中で出会いを繰り返す日常の喧騒さえ愛しいけど、君の声が遠くなるその瞬間、僕が心から笑ってますように、小さな願い強く結んで、いつも通り横顔ちゃうよ、そりゃね。どうしようかな。君に届け。だからね、グリーチの歌でも歌おうかな。私を物みたいに扱って、さっきまでと言ってること違うじゃない、誰かのせいにしては逃げ隠れしてる日々、当てにならないわ I'm sorry、 とりあえずさよなら、あなたがいないと嫌やって言えるわがまま、愛情友情知りたいことは何でもいつか心の奥のドアを叩く。
自分のことばかりじゃない、ちょっとぐらい傷ついてみたら、そうやって優しい言葉でごまかさないで、信じられないわ、かっこつけないでよ。私がいないとダメダメって言って素直に、愛の残像夢見る少女エスケイ、いつか心の鍵を壊すような、あなたがいないと嫌々って言えるわがまま、愛情友情知りたいことは何でも、いつか心の奥を抱いてくれるあなたを待っている、他には何もいらない、いやいやいや、明日も信じていたい、いや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 、そしたらあと2曲にします、あと2曲。風を切るツバメのように一瞬で目指す青い海へ、行けるならこんなに泥と埃にまみれた茨の道を行かず済んだのに、背中には翼は生えず、この足はもつれ、つまずき先はまだ長い、それでも男たちはひたむきに歩き続ける、君がここにいることで僕はこの旅の先を知るだろう、足元を照らしてくれる光のように輝いてる、君とここにいることを僕はそれを愛と呼んでいいのかい、この体この心君をずっと守りたい、そばにいる、粉雪の結晶のように美しい形のものなんて望まない、ましてや締まりの悪い慣れ合うばかりのものならもうなくていい、キリキリと張り詰めているピアノ線のようにつながることを望んでる、決して目をそらさずまっすぐに見つめ続ける、運命の鐘が鳴る、それは何色の明日を呼ぶんだろう、喜びも悲しみも僕たちには選べない、ならば君の涙にも微笑みにも花を添えよう、その気持ちきっと忘れない、僕と共に焼き付けよう、離さない、終わりまで、
君がここにいることで僕は僕でいる意味を知るんだ。言葉知る真っ赤な愛情を僕の命を燃やしてる。君のために僕はいるから、守りたい。そばにいる。終わりまで。離さない。違うな。あったわ。光る汗 T シャツで会った恋、誰よりも輝く君を見て初めての気持ちを見つけたよ。新たな旅が始まる。雨上がり気まぐれ青い風、強い日差しいつか追い越して、これから描いてく恋の色、始まりのページ彩るよ。占い雑誌二つの星に二人の未来を重ねてみるの。かさぶただらけ取れない心、あなたの優しさで塞がる。いつの間にか隙間空いた心が満たされてく。ふとした瞬間のさりげない仕草、いつの日にか夢を語る。あなたの顔をずっと見つめていたい、微笑んでいたい。何かを守るとき、踏み出せる一歩が勇気なら、傷つくことから逃げ出して、いつもただ遠回りばかり。行き場なくした強がりの癖が心の中で戸惑っているよ。初めて知ったあなたの思いに、言葉より涙溢れてくる。少し幅の違う足で一歩ずつ歩こうね。二人で歩む道、凸凹の道、二つ折りの白い地図に
知らす小さな決意を正直に今伝えよう。この気持ちが25時の空から光る静かとして降り注いだ。気がついたら心の中優しい風が吹いて、明日への扉そっと開く。言葉が今時を超えて永遠を突き抜ける。いくつもの季節を通り過ぎてたどり着いた二人の場所。長すぎた旅の後誓った愛を育てよう。この時間になって、まあ寝るだけなんで何も食べないですけど、お腹空いたよね、はい、そしたらねランキングいきたいと思います。13位カツさん、12ナノタさん、11英語普遍のど英語普遍ど素人さん、ランタンさん、10位マサムネさん、9位ユーボーさん、小さくらのお友達さん、7位サブローさん、6位大丈夫博士さん、5位アイスカフェさん、4位カイさん、3位サルキチさん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ユータさん、ケンイチさん、ナナタさん、ランタンさん、さくらのお友達さん、外からなんかすごい音すると思った、雨降ってんだ今。マサムネさん、うん、雨って言ってたね。うん、しばらく雨だよ。サルキチさん、アイスカフェさん、カイさん、ユウタさん、ケンイチさん、ナナタさん、ところてんさん、ユウボウさん、サブロウさん、カズさん、さくらのお友達さん、大丈夫博士さん、ソソさん、ズッコさんです。はい、ありがとうございます。そう、しばらく雨なのです。ちょっと嫌です。はい、そしたらね、本日はこれで配信終わりたいと思います。今日もね、見に来てくれてありがとうございました。そしてね、一日お疲れ様でした。はい、はい、それではまた次回配信でお会いしましょう。ゆっくり休んでね、疲れとってください。それではね、また次回おやすみなさい。ありがとうね。おやすみ。みんなもいっぱい寝るんだよ。睡眠大切。おやすみ。ありがとうね